2020年4月クール7月クールドラマ総括その1、はい、まずは日本テレビ系列、はい、4月ドラマの美食探偵明智五郎の後を受けた福田雄一、うん、脚本監督室剛主演親バカ青春白書、はい、これ見ててね、うん、あのまあまあ中身も当然面白かったんですけど、うん、ポスターはい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 、貼られてたじゃないですか、うん、モヒカン親父とカニカンなんちょかあるぐらいあれね、うん、モヒカン親父僕もモヒカンしてましたし、うんうん、モヒカン親父の時があっただけに、うん、あれが気になってあれの内容が知りたくてっていうのはありましたけどね、はい、まあもっとね福田雄一作品なんでね、うん、はい、はちゃめちゃなことが起きるのかなんだかんだ言うてもね、はい、今日から俺はのうんね、あの監督なんで、うん、思ったんだけど、うん、そうでもなくほのぼのっとした感じで、はい、で前話平均視聴率 8.8 と、はい、まあ突き抜けもしなかったんだけど、うん、あの新垣結衣を、ね、回想シーンだけに使うといった贅沢さというか、うんうん、でも最後にね衝撃のサプライズ、うん、元ヤンで、うん、あんな金髪で、はい、ブイブイ言わせてて、うん、言葉遣いもすごくって、うん、ただ高校時代に、まあ、とある先生と出会って、はい、東大を目指して合格っていうね、うんうん、まあドラゴン桜みたいな、うん、まあまあね、うん、中川大志さんもあれよくしてましたね、うん、あれに寄ってました。ああ、なんかちょっとヘタレっぽいのがいいね、うん、いいって言うてしまって不安はどうなんでしょうねと思うんですけど、まあ、僕としてはあれ良かったですけど ね、うん、でまあ相変わらずね永野芽郁ちゃん可愛いし、うん、はい、うん、それから今田美桜もねもうらしさ全開やったし、うん、はい、なかなか、うん、はい、でそれから、水曜ドラマの派遣の品格、うん、はい、こっちも全8話で平均 12.7、うん、ただ最終回でも 12.6 と意外と伸び悩んでね、はい、内容の方も最終回うん、そんな方向に持ってく、うん、ね、うん、演歌歌手目指してたみたいな感じでちょっとねグダグダになりすぎというか、ね、うん、まあこれもね、はい、多分1話か2話、ね、はい、削った感じもあるだろうし、はい、コロナの影響が中身にまで影響したのかもしれない、はい、でそれに続く、はい、私たちはどうかしている、はい、浜辺美波と、うん、それから横浜流星のダブル主演なんだけど、はい、横浜流星の方がコロナ陽性になっちゃって、はい、あらら、うんうん、その影響で撮影結構、ね、うん、後半に来て中断というようなことにもなったんだけど、うん、はい、まあなんとか9月30日に全8話で完結、うん、はい、もうこれもね、うん、僕今和菓子屋さんとのお付き合いがあるんで、ね、はい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 、気になって見てるんですけど匂ってはりますね、あの女将ね、あ、水木有沙、うん、すごいですねああいう悪女、ね、本格的には初めてなんだけど、うん、まあこれから路線でありだし、ありですね、うん、でなんといってもね、うん、あのお金はかかるけど Hulu では女将の部屋ということで、うん、はい、なんかすごい展開になってるっていう噂もあるし、でもあの女将気になりますもん ね、 ね、うん、うん、ということで、はい、まあ、最終回どうなるかっていうのはあるんだけど、はい、実はあの原作コミックはね、はいはいはい、まだ連載中っていうことなので、はいはい、果たして原作とは違う終わり方になるのかどうかっていうことも含めて、うん、最後までまあ気になるという、はい、うん、でそれから、土曜ドラマの未満警察、はい、ミッドナイトランナー、はい、セクシーゾーンの中島健人と、うん、キング&プリンスの平野翔、はい、もう2人頑張ってましたよね、うん、2人しっかり頑張ってたんですけどね、うん、最後に最後に話題かさらっていきましたからねあの最終回が9月5日で、はい、ね、あの警察学校の教官役の伊勢谷友介、うん、まあドラマの中でも、はい、ね、実は過去に人を殺めていて、うん、はい、逮捕されるなんていう展開、うん、まあ伊勢谷友介なんだかんだ悪役多いんでね、はいはい、一筋縄でいかない、うん、ね、正義の味方で終わるっていうふうに思ってなかったけど、うんうん、まさか本人がね、3日後に大麻取締法違反で逮捕される、うん、ね、なんかドラマの終わりを待ってたかね、あ、そう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 、うん、ね、はい、あれあのドラマの方が1週間遅いとか、はい、逮捕の方が1週間早いとかだったら、うん、最終回どうしてたよね、どうなんでしょう ね、 ね、いついつに撮影したものですみたいなことで最後1回だけだったらごまかせるかなっていう気も、うん、でもしなしゃあないですよ ね、 ね、 でもね、うんうん、とりあえずはまあギリギリセーフっていうところが、はい、まあ良かったんだか悪かったんだか、はい、
うん、でまあ伊勢谷友介に関しては前々からね、はい、そういうドラッグ関係で噂に上ってたと、はい、ね、いうだけに、うん、まあやっぱりっていう声もあったけど、うん、まさかっていうのもね、ね、うん、このあたりね、ドラマのスタッフなんかもね、うん、全く分からへんかったのかなと。分かってるとなかなか使えないでしょうから、でね、最近多いじゃないですか、うんうん、でやっぱりね、その本人もね、うん、もうドラマ連ドラ出てたりとかね、コマーシャルやってるとね、ただいま迷惑かけるわけじゃないですか、うんうん、そこもちょっと本人も考えながらね、やる、うん、いや、まあやった当然あかんことなんですけど、うん、やるにしてもっていうのも変な話ですけどね、うん、まあ、そういうのも考えながらじゃないと大変かなっていうお話になりますけど ね、うん、でまあね、伊勢谷友介ってね、はい、いわゆるいろんな活動で世の中のためっていうこともやってるから、はい、ね、うんうん、だから特にと思われた部分もあるんだけど、はいはい、まあそういうことも全部ぶっ飛ばして手を出させてしまう、うん、ね、やめきれないというのが薬の怖さと。怖いですね。あ、でもこれで伊勢谷友介、はい、全く芸能界には戻られないのか、それともほとぼりが冷めた頃にっていうか、うん、まあそのあたりが不透明なのも芸能界っていうところのね、はい、まあある意味怖さというか、はい、うん、でちなみに7月クール予定だった柳楽優弥主演の2月の勝者、はい、絶対合格の教室、うん、はい、これは全くの放送延期っていうことになりました。はい、いつっていうのもまだ決まってません。あらら、未定ですか。うん、というのも、はい、あの中学受験がテーマで、いわゆる子役の小学生がワンサと出てくる、はい、ね、はい、今やっぱり一番気をつけなきゃいけない、うん、だからまあコロナ収まるというか、はい、それ待ってたらいつになるかって、それこそ分かれへんかもしれないんだけど、撮影も始まってないっていう、多分ね、それと、はい、あと夏休みの期間に合わせてっていうつもりだったとすれば、はいはい、全く撮ってなかったとも考えれるんだけど、はい、まあいずれにせよ、ね、丸々1年ぐらい、それこそオリンピックみたいに延期っていう可能性が強いかも、はい、なくならんことを祈りますね、ね、うん、ということでね、はい、この続きは今度にしたいと思いますね。はい、はい。